桑潮の舞、上相撲ともに昭和56年、1981年、国指定の重要無形民俗文化財となり、古来から伝承されてきた公楠芸能としてさらに広く知られるようになりました。権禰宜がお祓いをしながら先導、お囃子方が道行きの囃子を奏でる中を神々が神武殿に向かいます。神武殿の中央に神牛に乗られた祭神神宮皇后が鎮座し、その傍らに空津姫の御事が控えます。桑潮の舞は4つの舞で構成されています。東から東の守護神中富の雷の本、南の守護神物延の羽喰の本、西から西の守護神大神の大友主の帯、北の守護神大友の武井の帯が登場します。この四柱の神様は四大湯と呼ばれ、八幡小兵神社の祭神神宮皇后を守護する神様と言われています。祇園の狼は別名佐野の御事とも呼ばれ、天照大神の弟君で、その激しい気質など神話に登場する神様です。およそ4分20秒の熱戦、終始攻め続けた住吉の狼が勝ちました。翌朝7時、港では海上渡御の準備が行われています。一方、上相撲船も準備ができ、観衆の見守る中、両船は港内を巡回します。お囃子がやみ、神事が行われます。お祓いや祝詞の奏上の後、荷長の法上が執り行われます。